今日はフスカに誘われてお釣りに来たんだよ。初めてのお釣り、一杯お魚さん釣るのです。ミアちゃん、お釣りってわかりづらいよ。聞いたことない表現だよ。あ、フスカ、今日はいいお天気、お釣り日和なのです。食虫植物部なのに魚釣りって新鮮でしょ。新鮮新鮮。でもなんで急にお釣りに行こうってなったの？いつも食虫植物部の活動のロケーションって学校の部室だったりお家だったり変わり映えしないでしょ。だからたまには変わった場所で活動してみようと思ったんだよ。でもここは海だし、食虫植物さんはどこにもいないのです。私たちの部活に全然関係なさそうなんだよ。ちっちっち、甘いよねあちゃん。私たちが今やってるのは何ですか？お釣り。そう、お魚さんを釣って食べようとしてます。え、食べちゃうの？私、お魚さん苦手だよ。あ、そうだったね。まあでも、この絶好の釣り場で糸を垂らして獲物のお魚さんを待ち構えています。あ、わかっただよ。このお釣りがじっと獲物の虫さんを待ち構える食虫植物さんと同じなんだよ。つまり今日の部活はお釣りをして食虫植物さんの気持ちを考えるってことなのかな。なかなか鋭いね。でもちょっと違います。え、これを見てください。わ、小さいハエトリソウちゃんと小さいクモちゃん。この前ハエトリソウを眺めていたら、クモさんがハエトリソウの周りにクモの巣を作ろうとしてたんだよ。食虫植物さんとクモさんシリーズ、前回はサラセニアさんで、今回はハエトリソウちゃんだね。でも、これとお釣り、何の関係があるの？慌てない慌てない。クモさんはこうやって、ウツボカズラやサラセニアの時と同じように、ハエトリソウの蜜に誘われてきた虫さんを横取りしようと、周りにクモの巣を作ります。糸を張って獲物がかかるのを待つクモさん。今のお釣りをしてる私たちと似てる。そこなのです。食虫植物もそうだけど、今日は魚釣りをして食虫植物の周りにクモの巣を作るクモさんの気持ちにもなってみようという活動だよ。斬新斬新。そうやって考えるとクモさんと食虫植物さんの生態って似てるんだね。そうだね。どっちも忍耐強くじっと待つタイプだもんね。でもクモさんは毎回食虫植物さんの周りにクモの巣を張るのは命がけだよね。やっぱり今回もこのクモさん、ハエトリソウちゃんに食べられそうになっちゃうのかな。そうです。今回私たちは命がけでハエトリソウの周りにクモの巣を張るクモさんに密着しました。フスカ、遊んじゃダメだよ。えへへ。でも本当に今回もクモさんが命がけで獲物を待つところが見られたんだよ。あ、クモさんがひょっこり出てきた。やっぱりクモさんはハエトリソウのどこに虫さんが一番集まるかわかってるんだね。ハエトリソウの捕虫用に登って捕虫用の中にクモの巣を作ろうとしてるよ。やっぱりクモさん頭いいんだよ。で、あれ、ちょっとちょっと、クモさんどこ行くの？お散歩行っちゃった。はい、お散歩の前に戻ってお家作りしましょうね。仕方なく戻っただよ。クモさんのお家作ってるところ、撮影のご協力お願いします。お願いしますだよ。あ、危ないだよ。今ハエトリソウちゃんに食べられそうだったよ。触れたらハエトリソウの歯が閉じるセンサーにギリギリ接触しそうだったね。命がけでお家を作るクモの巣職人さんだよ。ちなみにこのハエトリソウはドラキュラという名前の品種だそうです。ドラキュラちゃん、かっこいいハエトリソウちゃんでしょ。ドラキュラ VS クモさん、そう考えるとすごそうな戦いだよね。わ、また危ないだよ。平気でハエトリソウの奥に歩み寄るクモさん、その度胸はあっぱれです。クモさんは自分の体の大きさに合わせて小さいハエトリソウちゃんを選んでクモの巣を作ってるところもさすがなんだよ。小さいハエトリソウには小さい虫さんが寄ってくることが本能的にわかってるんだね。すごいんだよ。
うかな。そろそろクモの巣張り終わったかな。ハエトリソウちゃんの上に浮かんでる。ちょっとツンツンしてみるよ。ツンツン、えい。あ、逃げた。キャワダン、もっかいもっかい。縮まった、かわいい。横から見るとすごい危ないところにお家作ってるんだよ。クモさんが落ちちゃってもハエトリソウに食べられちゃう可能性あるし、仮に獲物がクモの巣にかかっても獲物が暴れて動いたらハエトリソウのセンサーに触れて葉っぱが閉じて一緒に食べられちゃう可能性あるし、確かにここは危険すぎるね。待って、まだ糸出してお家作ってる途中みたいだよ。ほんとだ、ちょっとずつ動いてる。動けば動くほど食べられちゃう危険があるよ。まさに命がけの綱渡り状態です。反対側に渡った。触れたら葉っぱが閉じるセンサーのトゲがすぐ隣にあるよ。やばみ。でもうまく糸を使って逃れたね。また元の位置に元通りなのです。あとはこうやってずっとハエトリソウの捕虫用の中に糸を張って虫さんが捕まるのを待つんだろうね。クモちゃんもお釣りやってるんだね。クモさんの丈夫な糸だからこそこうやってずっと落ちないでぶら下がっていられるんだろうね。そうなんだ。たとえ風が吹いても落ちないでしょう。こんな風に、ふう。ごめーん、クモさん。風の勢いで閉じちゃった。風の勢いでも閉じることあるの。息を吹きかけたらそれでセンサーが動いちゃって閉じちゃうことあるんだよ。そうなんだ。私のせいでクモさんがハエトリソウの餌に。フスカ、多分大丈夫なんだよ。え、ほら、クモさんがハエトリソウちゃんに食べられても中で動き回ってないでしょ。ハエトリソウちゃんの葉っぱが閉じても中で動き回って何度もセンサーに触れなければ食べられることはないんだよ。そうか、中で食べたものが動いてないと間違って虫さんじゃないものを食べたとハエトリソウが判断してしばらくしてから葉っぱが開くんだったね。1時間経っても葉っぱがぴったり閉じてないから次の日には葉っぱが開き始めると思うんだよ。はあ、よかった。虫さんが来なくてもハエトリソウちゃんに食べられても忍耐強くじっと待ち続けるクモさん、なかなかやるのじゃ。そういうことで私たちもクモさんや食虫植物さんたちの気持ちになってお魚釣りでじっと獲物を待ち続けるよ。海なのに食虫植物さんに通じるところがあるなんて驚きだよ。でもやっぱり斬新な活動なのです。もちろんじっと待ってるだけじゃなくて一歩間違えたら食虫植物に食べられちゃうクモさんのようなスリルもちゃんと用意してます。え、どういうこと。あ、ニアちゃん、こんなところにサメさんがいるよ。え、サメさん。あわわ、ほんとだ、大きなサメさんがいる。どんどん近づいてくるよ。一歩間違えたら食べられちゃうスリルってこれなの。ドキドキでしょ。ああ、もうダメ。ガオー。レウコさん、何やってるの。あ、バレた。サメさん役はレウコさんにしてもらうことにしました。陸にサメさんがいるわけないでしょ。出た、ネアツッコミ。正論だわね。でもこれで食虫植物に食べられるクモさんのドキドキ感も味わえたでしょ。フスカさん、今回はさすがに無理がある気がするわ。無理がある気がするんだよ。え、やっぱり。まあでもたまにはこういうのも悪くないでしょ。悪くはないわね。悪くないのです。